皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングレベル2021の動画を撮っていきたいと思います。はい、今日何本目の動画かもうちょっとわからないぐらい上げているんですが、今回は監督最新情報を紹介していきたいと思います。はい、監督最新情報と言いながらなんか違うね、画像出てますけど関係ありません。監督最新情報を今回紹介します。はい、で、まあ一通りね、まあいろいろ確認したんですけど、まあほとんど変わってないというか、まあ目新しいなんかすげえという監督は今回もいませんでした。はい、今回からまあ特殊監督と、あとはおすすめの監督、まあそれは今までもね紹介したんですが、今週からまあコストの高い監督のね変更なども今回は紹介していこうと思います。ということで、早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、まずは有名監督をまとめていきたいと思います。今回クラブの監督のみを紹介してます。まあ代表監督はフォーメーションとか、まあ、基本的にはね変わらないので、はい、今回はクラブの監督を一覧で、ね、今出してると思いますが、まあコストの高い監督はこんな感じで今週変更が入っています。はい、その中でも、ルイス・アルベルト・ロマンということで、マンチェスターシティの、まあ、グアルディオラ監督ですね。先週までは OMF が置ける形だったんですけど、今回は OMF が置けない 4-3-3 に変更が入っています。はい、それからヨアン・グリモー、レアルの監督ですね。まあ、次男なんですけど、こちらの監督も 4-3-1-2 から 4-3-3 ということで、こちらも変更が入っています。先週は2トップだったんですけど、今週は3トップに変更ですね。はい、あとはまあコストの高い監督でいうと、トッテナムの監督グスタボ・エンリケス監督、それから PSG のモリッツ・ブロイス監督、そしてビジャレアルのサムエル・ラジャ監督、この辺がフォーメーションが変更が入っております。はい、続いては特殊な監督を見ていきたいと思います。まずは表をちょっと出したいんですが、2OMF と基地 3CF はちょっと今週いなかったですね。4トップは、イラン代表監督、こちらはまあすでに継続になっているんですが、ロクマリッチ監督、今週も 4-1-1-4 の形、獲得が可能になっています。はい、ということで、3OMF こちらがね結構いろいろ変わっているので、こちら紹介していきます。はい、代表監督は変わっていないので、まあ表を見たまんまなんですが、先週動画でも紹介したインテルナショナルの監督のマニア監督、サンパウロのアルカ監督、先週は 3OMF が置けたんですけど、それぞれフォーメーションがね 4-3-1-2 と 4-2-2-2 という形に変わっているので、今週からは 3OMF が獲得できなくなっています。はい、今週獲得できる 3OMF の監督、まずはクルゼイロ、ブラジル2部のねクラブなんですけど、レアル監督ですね。こちらの監督、今週も獲得が可能になっています。でしかも戦術もなかなか良くて、攻撃エリア中央だったりとか、追い込みエリアも中央、フォアチェックアグレッシブですし、なかなかいいのかなと思います。ディフェンスラインの高さ6、コンパクトネス7ということで、この辺もね、戦術まとまってますね。ディフェンシブにすると数値の部分がこちらも変更が入ります。はい、それからスポリッチレシペ、こちらもブラジルのクラブ、アゼド監督ですね。こちらについても変更なくて、2週連続で、こちらの 3OMF が置ける形です。こちらもね、攻撃エリアも中央ですし、こちらサポート距離が3ということでかなり近いですよね。ディフェンスラインの高さとコンパクトネスは先ほどのレアル監督と同じという風になっています。はい、ディフェンシブにするとこちらも数値の部分が変更入ります。はい、それからアメリカミネイロ、こちらもブラジル2部のクラブですね。ポドリゴ・バラファイア監督なんですけど、こちらについても今週 4-2-3-1 継続になっています。はい、こちらサポート距離が8ということでかなり遠いんですけど、まあ OMF が3人いるのでそんなに感じないんじゃないですかね。ディフェンスラインの高さ8、コンパクトネス7ということで、かなりね数値、ディフェンスの数値なんかも良さそうです。はい、こちらもディフェンシブにすると数値の部分が少し変わりますね。はい、今週から新たに 3OMF が置ける監督1人紹介しておきます。こちらデンマークのブレンビーというクラブのリールス・フレデリクセン監督なんですけど、形状は 3-2-3-2 の形なんですが、真ん中の CMF を含めて3人を OMF にすることが可能という風な監督になっています。はい、先日は、紹介してないので一応紹介すると、ポゼッションショート、中央流動的、サポート距離5ということで、真ん中リトリートサイドアグレッシブですね。ディフェンスラインの高さ、コンパクトネス4ということで、まあ、結構ちょっと難しいのかなという風な感じはしますね。はい、こちらディフェンシブにすると数値の部分が少し変更が入るようです。はい、ここからはフォーメーション別おすすめの監督を見ていきたいと思います。まずは 4-3-1-2 ということで、こちらは結構人気なねフォーメーションですよね。まずは、4週連続ぐらいかな、中国北京公安の監督
もう有名のブルーノ・ジェネシオ監督、今週も継続ということで、まだ獲得できてない方取れます。はい、こちらはサポート距離が1ということでかなり近いのが特徴ですよね。まあ、自分もちょっと使ってみましたが、なかなか面白い監督でしたね。はい、それからもう一人、チッタデッラ、イタリアの2部のクラブですね。こちらロベルト・ベントゥラート監督なんですけど、こちらも2週連続継続で 4-3-1-2 の形になっています。はい、こちらはサポート距離が少しね広くなってしまうんですけど、ディフェンスラインの高さ9、コンパクトネス9ということで、ハイラインでハイコンパクト、かなりね守備はしやすいのかなと思います。はい、続いては 4-2-2 の形、見ていきたいと思うんですが、今週まあおすすめなのはこちらですね。ポルトガルのスポルティングブラガの監督、カルロス・カルバリアル監督、こちら2週連続でこの形なんですけど、今週も獲得可能です。マネージメントは760と、まあ、そこそこ高い監督ですね。はい、戦術で言うと、まあ、攻撃エリアがサイドというのがちょっと引っかかるかもしれませんが、他の戦術はなかなか良くて、ディフェンスラインの高さ8、コンパクトネス6、追い込みエリア中央のフォアチェックアグレッシブという風な感じで、まあ、ディフェンス守備のコンセプトもなかなかまとまってていいのかなと思います。こちらディフェンシブにすると、こちらも数値の部分が少し変更が入ります。はい、続いて 4-3-3 と 4-2-1-3、まあ、3トップの監督を見ていきたいと思います。まずは4-2-1-3の監督、今週はチェルシーのナットリード監督ですね。今週からこの形になっているんですけど、はい、こちらの監督なかなか良さそうですね。攻撃エリアも中央ですし、サポート距離も2ということでかなり近い監督、あとフォアチェック中央アグレッシブということで、この辺もまとまっています。ディフェンスラインの高さ7、コンパクトネス6というのもなかなか良さそうですね。はい、こちらもディフェンシブにすると数値の部分が変わるので、まあ、この辺はお好みで考えていただくといいと思います。はい、続いては 4-3-3 の監督なんですけど、マルセロ・ガジャルド監督、今までは 4-2-2-2 の形でCMF の部分を OMF に変えると4132の形に持っていくことができる監督だったんですけど、今週フォーメーションが変更入ってますね。はい、こちらの形なんですけど ST になってますが、こちらはウィングにしか変更できないタイプになっているのでお気をつけください。はい、まあ、こちらの監督はまあ先日もね、かなりね、紹介しているので省いていきますが、なかなかねコンセプトもまとまっていると思います。はい、続いて3バック見ていきましょう。3バックはやはりガスペリーニ監督、4週連続ですかね、この形になっています。かなりまあ紹介しているので、紹介はまあ詳しくは言いませんが、かなりねコンセプトもまとまっていて、自分も使ってましたがなかなか良かったです。まだ持ってますよ。はい、最後5バックの監督なんですけど、シェフィールドという、まあ、2部のクラブなんですけど、まあ、シェフィールド1部にもありますが2部の方のクラブです。ジュニアス・ブラッドショー監督ということで、5-2-1-2の形の監督です。こちらかなりね先日まとまっていると思うので、まあ5バックでおすすめなのはこちらの監督ですかね。ディフェンシブにするとこちらも数値の部分が変わります。はい、ということで今回は監督の方を紹介していきました。いかがだったでしょうか。まあ一番びっくりしたのはマルセロ・ガジャルド監督、確かアルゼンチンリーグ戦やってないはずなんですけど、なぜフォーメーションが変わったんでしょうか。はい、まああちらはねフォーメーションとか変わったんですけど、まあ別タイプとして結構ね優秀な監督だと思うので、撮ってみてもいいのかなと思います。はい、来週はまあなんか 3CF とか、出てきてほしいですし、最近なんか 2OMF もなかなか出てこなくなったので、その辺にも期待しています。こちらのチャンネルではこのように監督の最新情報を毎週紹介しているので、チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いいたします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。